皆さんこんこにちはレイチャンネルです今回は小学2年生で習う漢字10文字のレッスンです。前回に引き続きレッスンをいたします。小学2年生のレッスンは「黒」という字までレッスンいたしましたね。今日は「今」という字から10文字を書いていきます。 日常でよく使われる字が出てきますので、最後までご視聴くださると嬉しいです。とてもためになる内容となっています。今回使うボールペンはゼブラサラサクリップ1.0です。それでは早速書きます。 それでは今書いた10文字の説明に移ります。今という字です。引っ掛けて左払いをしていますね。こちら引っ掛けることがとても重要です。2画目は1画目よりやや下がったところから接しているのがお分かりですか ?1 画目の方が上に出ていますよね。 これがすごい大事なポイントです。横線は基本的には右上がりをしましょう。しっかり止まって最後まで集中を切らさないように払います。次はサイという字です。横線は基本的には右上げ。引っ掛けてまっすぐスライドします。こちら長めに跳ねてください。三角目ですが、引っ掛ける場所。 縦線に対して引っ掛ける場所。下すぎても格好悪い。上すぎても窮屈ですね。1対2。わかりますか ?1 対2の場所になるような場所。おおよそ D ですよ。2、引っ掛けてからしっかり引っ掛けてください。引っ掛けてないと格好悪い字になります。1対2の場所になるように払いましょう。 はい、次は細いという字です。糸編、一つ、二つ、引っ掛けてますね。引っ掛けることはやはりかっこよく見える、上手に見える字の大きなポイントとなってきますので、引っ掛けることをぜひ推奨いたします。ひらがなの句を書いて、二画目は急激に短く上がりましょう。小さいという字を 書きますが、こちら止まります。跳ねません。点々を書きますが、下に書かないようにしてください。やや上に書くようにするととてもかっこいいです。田んぼの田のこちらの右側ですね。このように囲うような字は内側に内側に入ってくるととてもかっこいいです。書き順はまず この田んぼですよ。ここだけの書き順は1、2を書いて三角目が縦に来ます。で、4、5と続きますね。下にポコンポコンと出ていますね。っていうことは、横線、この2本はやや上に書かれているということです。はい、作るという字。まず、辺と作り。人弁が 小さく書かれているのがお分かりですか人弁を小さく書くのがポイントです。作りの方は大きく書いてください。小さく書いてくださいね。人弁は小さくです。横線は基本的には右上がりでしたね。次、3ですね。算数の3。計算の3です。このような同じような形。 似ている字が出てくるときは最初に書く方を小さく後に書く方を大きく書いてくださいこれは一つの法則でもありますので美文字に見えますので最初とにかく小さく書いて後に書く方を大きく書くそのように覚えてくださいこの中の目ですが目が大きすぎると舌がすごい詰まってしまいますので 目の縦線はとにかく短めに小さめにしておいてください。そこがこちらの字のもう一つのポイントです。短くして下をゆったり書いていきたいので縦線は短めに書きましょう。はい、次、止まるという字です。横線は上がります。引っ掛けてますね。はい、最後まで横線を上げてしまうと 倒れた字に、前倒しの字に見えます。最後の最終格は、怒った口のように反るように書いてみてください。そうすると、どっしり構えたかっこいい字になります。次、位置という字です。鍋蓋、しっかり引っ掛けて書きましょうね。はい、このようにまた出ました。囲うような線は、囲うような字は内側に入れましょう。 軽く接して最終角を引っ張ってきます。縦線ですが、小指の下をスライドするような気持ちで引いていくといいでしょう。はい。こちら、田んぼの田、思うという字です。田んぼの田がありますね。こちらは先ほど細いという字でも説明いたしましたので、省略させていただきます。思うという字、まず、下のこの心ですが、左側に反りましょう。斜め。 横、上がって跳ねる。この3段階ですね。斜め、横に向かって、上がってから跳ねていきます。この3段階を覚えるととっても書きよいです。跳ねてからちょんちょんと書きますが、跳ねたこちらの線を中心に左右としましょう。サンドイッチするような感覚です。はい。 紙という字ですね。糸編は先ほど説明いたしましたので、省略させていただきます。しっかり引っ掛けて、いいですか短めに、横に行きます。まっすぐ書いて、長めに跳ねてくださいね。ここがポイント。横線は上がります。軽く接してから、左側に沿って、思いっきり沿ってください。 はい、こちらも長めに跳ねているのがお分かりですか跳ねは強調するように長めに跳ねてもいいですよ。かっこよく見えます。はい、寺ですね。横線は基本的には右上がりです。こちらも跳ね、どうでしょう長めに跳ねてますよ。かっこよく見えるので、長めに跳ねてください。点もしっかりこの空間の真ん中に 打っていきましょうね。はい。それではすべて説明を、説明が終わりましたので、全体を映します。はい。いかがでしたでしょうか今日は小学2年生で習う漢字10文字をレッスンいたしました。日常よく出てくる、目につく漢字ですよね。今日は寺という字までレッスンいたしました。 次は自分の字、自らという漢字から10文字またレッスンをいたします。次回の更新楽しみにしてくださると嬉しいです。それではレッスンを終わります。最後までご視聴ありがとうございました。